生地なので、生地の羽をイメージして小さいだるまを買いました。なんか幸せのなあなあ、都心のあの震災前から正月の2週目の土日を利用して、だるま市が開催されていました。ここの仮設でも3年目ということで3回目になります。でやはりあのいわき地区、ここ大きな仮設で、いろんなスペースもありますの でここで皆さん再会の場、まあ双葉町でやってただるま市にぜひ来ようということで遠くから皆さん来ていただいている場もあるし、仮設の結構年配者多いんで仮設の方も元気になってもらいたい、あと遠くに離れて避難している方の再会の場をこの場で、やっていきたいという目的ですね。あちこちで笑い声があったり、お久しぶりとか、どこいんのって本当にやっと会えた再会みたいな感じで あちこちで見られたのでとても嬉しく思います。ね、双葉町に帰れるのはまだまだ、先かもしれないんですが、やっぱり夢を持って希望を持ってみんな元気で、今を精一杯生きてほしいなと思います。でその一つでも役に立てることであればまだまだこの先も私も頑張っていきたいと思っています。